い、どうも皆さんこんにちは。今日は2022年の2月の17日ですね、木曜日大安の日ですけれども、ちょっと雪がちらついているような感じでございます。岐阜県の飛騨地方の方はちょっと大雪ということでね、飛騨郡に来て岬の方が足を出ております。なきは 2両編成ですね。いつも通りの2両編成です。乗車率でバスがよく入るようになりました。いつまでこの寒さ続くのでしょう。まあ、2月が終わって3月になったら暖かくなってくるような感じでございますけど、今日の近鉄特急ですけれどもね、ACE の4両と ACE 2両ですね、それの連結でございます。さあ、この手前にあるのね、黄色派ですかね、グリーン車の模様がちょっとちらっと見えたので、何か止まってるのかなというところですけど、ちょっと分かりませんでした。まあ、黄色なのか黄色派84かどっちかだと思いますけれども、ちょっと差しがつきませんでした。飛騨7号は高山行きになっております。南紀3号は、1114と842の編成、ね、になっております。さあ、近鉄特急が並走しております。古川行き発車となります。さあ、この飛騨号ですね、飛騨5号ですね、4両編成ですのでね、いつもと変わりないようなところです。本日の行き先がちょっと変わっておりますけれども、はい、飛騨号ですね、11号が、ね、4両編成の運転ですね。11号が4両編成での運行になっております。さあ、このように今ですね、飛騨号の行き先の変更がここに流れておりますね。一応撮影をしておきました。さあ、南紀2号の到着でこの動画は終了ですね。この時点でもちょっと雪が舞っているような感じです。ホールほどではないけど舞っている感じですね。じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、あのチャンスがあればどんどん行きますので、ぜひともご視聴ください。チャンネル登録もまだの方、ぜひともしていただけたらよろしくお願いします。それではまた会いましょう。